アラサックは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、コレーズ圏のコミューン。ギャラベ地区にある、ベゼール川に面したダムと古い水車場、ブリーブボンチにある、アラサックは、北から南方向に流れる三本の主要河川によって、考えされている。ベゼール川、ベゼール川の支流ロワル川、コレーズ川の支流クラン川である。アラサックは、 周辺のコミューンと同様に芸術と歴史の町に指定されている。アラサックの町は、県道9号線、25号線、34号線と、134号線が交差する場所に位置している。また、鉄道路線のオブレ、オルレアンアモントーワンビールブルボン路線が横切る。直線距離では、オブジャの東 6km、ブリーブライコールガイヤルドの北北西 12km に、 一致している。町には県道57号線、148号線、901号線も通じている。4km 南東方面にはオートルート20の48番出口があり、直接アラサックに通じている。アラサックとはガロロウマゴのオレシャカスに由来する。最初に記載されたアラセクの綴りはアレディウスの遺言内に転写されている。947年に オレシャコと記されていた。17世紀のオランダ人地図制作者、ヨハンネス・ブラウのフランス王国地図、そして1756年から1789年まで、フランスを代表する地図であったカシーニ地図では、アラセクと記されていた。フランス革命初期には、アリサットと記されていたが、1801年に、最終的に現在の名称となった。すでに中石器時代には、 岩の場所に人が定住していた。その証拠となるのが石でできたスクレーパーや石器の発掘である。ローマ人が定住した頃には、アラサックに数箇所のスレート石の切り出し場があり、これが街の素早い発展につながった。572年、聖、イリュウとその母は、イサンドンの一部であったアラサックの農場と火事場を寄付した。カロリング町時代には、 教会と住宅からなる要塞化された複合建築物がすでにあった。864年、アラサックに聖ノの産の聖遺物がノルマン人襲来を避けるため運び込まれた。中世のアラサックはリモージュのサンマルシアル修道院の領地となった。アラサックは、その後、リムーザン最初のキリスト教徒であると歌うロフィニャック家の共同支配に取り分け属した。 14世紀、町は17の塔、8つの門、6つの斜塔を備えた第2の過去位置を獲得していた。司教はその領地を守るため戦った。16世紀から17世紀、幾度か包囲戦にあったにもかかわらず、スレート石採石場と塩漬け製造工場の成長に後押しされた。1569年には、安住港安利が自軍を連れて、 数日間アラサックに滞在している。1580年、アラサックはテイリムーザンにおける第四の都市だった。塔を備えた貴族の住宅が増えた。1790年にアラサックはオゴー町所在地となったが、1801年にドンズナックに将軍町が移転した。1870年の人口は4200人だった。100年以上。 スレート石の切り出しが主要産業だった。農夫はスレート切り出しの労働者でもあったが、フィロキセラ流行がこの二重経済を終わらせた。スレート切り出しをしながら農家はそのご家獣やタバコ栽培農家に転換された。そして切り出された石は鉄道によってパリ地方へ輸送される機会を獲得したのである。アレグレ広場参照も1999年までイヘス、 2004年以降、INSEE 町では、果樹栽培が広く行われており、特に保護原産地故障のポムデュリムーザン、モモ、プラム、キウイが知られる。古都デュサヤンベゼールのブドウが17ヘクタールのスレート地質の地に、再び植林された。19世紀末まで、アラサックは、ブドウ畑が有名で、サヤン地区には、ワインセラーがあった。ブドウは、シュナン、ソービニョングリ。 シャルドネ、メルロー、カベルネ、フランが選択されている。アラサックはリムーザンダネの子牛の繁殖地である。ありがとうございます。